袋が4つに分かれてるぞ。それぞれに別の具か。考えたな。しかしなんだよこのいびつな形、4つなら綺麗に揃えろや。お前らには分かるまい。これぞシュウマイの最終形、黄金分割シュウマイだ。黄金分割だと、どういうことだ。食えば分かる。そうさせてもらおう。素晴らしい。エビのすり身のプリプリした歯ごたえ、青物の鮮やかで生きのいいシャキシャキ感、卵黄のホクホクした柔らかい甘み、そして金華豚の脂の乗り切った滑らかな旨味。四つの具の色合いもさることながら、最大の成果はそれぞれの具の量のバランスにある。そうだな、シェルよ。さすがはルオー大使だ。俺のシューマイは肉とその他の具の比率がそれぞれ全て一定、8対5、すなわち黄金分割。だからこんないびつな形を。なるほど、うまい。なんという素材の響き合い。比率がこれほど味を左右するものか。それに一定の比率に分ける技術も見